おはようございます。今日はですね、今朝8時ぐらいです。4月18日、今ロブチェにおります。今日はですね、これから、ハイキャンプに向かいます。まあ、明日の朝ロブチェピーク到着という感じでございます。でですね、早速トラブルが発生しました。何かと言いますと、ここに来るはずだったクライミングガイドがここに来ず、直接ハイキャンプに行ってしまいました。というわけで、僕とネイルマルさんで2人でハイキャンプに行くことになりました。はい。でですね、ネイルマルさんハイキャンプ行ったことないんですよね。っていう問題が発生しておりまして、まあ、多分なんとかなるとは言ってるんですけど、正直不安です。はい。というわけで行ってきます。さあ、これからハイキャンプに向かいます。時刻は9時です。なんかいろいろ、なんか昨日の登頂クライマーの中で何かあったらしくて、トラブルが、僕のクライミングガイドさんはハイキャンプから降りてこれなかったということで、僕とネリマンさんで、ハイキャンプに向かいます。はい。というわけで、明日の朝ラブジェピーク登頂です。頑張ってきます。さあ、こんな感じで、皆さんハイキャンプに向かっております。見えないかな。なんかね、前に10人ぐらい人がいます。はい。今日も結構人数が、ハイキャンプにというか、明日は山頂に行くものと思われます。にしてもめちゃくちゃ景色綺麗です。こちらロブチェピークベースキャンプだそうです。このままこっちに進んでハイキャンプに向かいます。さあ、だいぶ登りました。ゲームはサルテムドラハイキャンプです。今日は簡単ですね。そんなにきつくはないです。だいぶ上の方まで来ました。このまま進みます。さあ、このまままっすぐ行ってこの岩を登ります。道あるのでそんなに難しくないです。
イキャンプ到着ですね。ガオチェハイキャンプ今11時、ラブチから2時間で到着。意外と近かった。ハイキャンプ着きました。11時、約2時間で到着です。こんな感じの雰囲気です。景色がすごいいいですね。30分ぐらい待った後、実はあそこは僕らが使うハイキャンプではないということが判明しました。移動です。あ、テントあった。ここから500メートルぐらい先にテントが見えますね。あっちを使えということらしいです。今から行きます。まあ10分ぐらい歩いたら見えてきました。ハイキャンプこちらです。おそらくここに泊まることになります。着きました。多分ここがハイキャンプです。さあ1時です。まあ、なんかね、結局あの後ガイドさん見つかりました。はい、というわけで今テントにおります。一応明日1時出発、12時か12時半ぐらいに起きてちょっと軽く食べて1時出発、まあアイランドピークと同じ感じのスケジュールになりそうですね。そうですね、なんか、アイランドピークのと僕エージェントに、まあね、クレーム入れたんですけど、多分めちゃくちゃ意識してるかわかんないんですけど、言ってもないのにゆっくり行こうってめっちゃ言われました。まあね、彼の生活かかってるんでね、うん、まあでもね、僕もね、アイランドピークはね一応命かかってましたからね、さすがにあのスピードで行かれたら死んでもおかしくなかったので、はい、申し訳ないけどクレームを入れさせてもらいましたけれども、まあ、アイランドピークとは別のガイドさんなんですけれども、なんかすごい優しそうな感じでゆっくり来ねっつってめっちゃ言われました。はい、まあ多分アイランドピークみたいにこうせかされることは、まあ、このあの感じだと多分なさそうっていう感じですね。でなんか1時出発っていうのも、まあ、なんか同じ、さっきちょっとご飯食べてたんですけど、同じ宿に今日登って帰ってきたあの5人グループの人たちがいたので、まあ、ちょっと聞いたんですけど、みんな大体1時ぐらいに出発してるみたいですね。で早い人めちゃくちゃ早くて5時間ぐらいでサミットに行くって言ってました。なんかね、アイランドピークと似てますね。僕アイランドピークの時5時間ちょいだったんで、まあ、あんなスピードではもう二度と行きたくないですけどね。はい、で、まあ、早くて5時間って言ってたんで、まあ6、7時間ぐらい行ければいいかなぐらいに思ってます。でその5人グループの中にアイランドピークに登った人もいたんですけど、なんかアイランドピークみたいにこう石が降ってくることはないよって言われましたね。石とか氷とか、まあ、アイランドピークはね、こうサミットの最後のところ部分がもうほぼ崖だったんで、こう前の人、まあ、僕の場合は僕がほぼ一番だったんで、まあ、登るときは特に問題なかったんですけど、僕がこうサミットからこう下ってる時にこう登ってる人がこう蹴った石とかがこうすごい降ってくるんですよ、アイランドピークの最後の部分って。それが結構危なくてね、
まあ、小石がやったらね、まあなんとかなるんだけど、たまにね、なんか結構えげつないサイズの石が落ちてきたりするんですよね。そう、っていうことがあって、うん。ただ今回のロブチェピークに関してはそういうことはないよって言われました。そこはね、結構安心材料ではありますね。はい。というわけでちょっと今から、ちょっとパッキングというか持っていく、まあ、サミットに、トーチアタックのための準備だけして、横になりたいと思います。はい。ちなみにね、今回はしっかりと寝袋を用意してくれました。こちらです。マイナス40度でも耐えれるらしいです。半端ないですね。はい、はい、というわけで今から、パッキングをします。まあ、必要なものだけあのサミットに持って行って、それ以外はテントに置いていくっていう、形になります。一応テント降りてきて、あのサミットから降りてきて、あの荷物まとめて帰るまではこのテントを自由に使えるんで、まあ多分盗む人もいないと思うんで、一応散らかし放題です。でまず持っていくものなんですけれども、カバンです。はい。でこれにブーツですね。クランポンポイントまではこれは履かないので、カバンに入れて持っていきます。であとは足を出すか、一番大事ですね、ハーネスと、クランポンです。一応この袋に入れてるんですけど、ハーネスです。それからクランポン、アイゼンですね。これは最初の方は使わないので、カバンに入れます。手袋、これはもう厳冬機の登山用の手袋です。モンベルさん、これとこれもマムートの薄い手袋なんですけど、多分最初の方はねそんなに寒くない、クライミングポイントぐらいまでは多分これで、その後にこれ、この手袋を使うことになると思います。はい、これ持っていく。あとニット帽です。ブランドはユニクロです。ちょっとユニクロの関係者が見ていたら、なんかよかったらサポートお願いします。無理だろうな。はい、まあまあまあ、言うならただなんでね、とりあえず言ってみました。はい、すいません。あとはサングラスです。はい、こちらサングラス、これねジョージアだったかな、ジョージアの空港の免税店で買った、一応まあスポーツ系のサングラスです。はい、100ドルぐらいだったと、記憶しております。もともとなんかポーカーするときにサングラスかけようかなと思って買ったんですけど、山用になってます。サングラスに関しては多分最初はいらないですね。夜中の1時出発なんで、日が昇ってくるまでは使わないでしょう。日昇ったら使います、サングラス。あとは水筒、この中に出発直前にお湯を入れて持っていきます。これね持っていこうか迷ってますけど、持っていくならこれにもお湯入れます。コカ・コーラ、意外かと思うかもしれませんが、山登りに必須のエネルギーの塊でございます。
水分補給にもなるし、えげつない量の糖分入ってるんで、まあ、いざという時にすごい重宝してます。あと何持っていくかな。あ、ヘッドライト、一応ヘッドライト2つ持っていきます。こちらは USB でチャージできる、モンベルのヘッドライトです。これは電池式のノースエースの、ヘッドライトです。あとは一応カメラとかも持っていくけど、一応これ持っていきます。中には、GoPro のバッテリーが入ってます。こちらカメラのバッテリーが入ってます。持っていきます。そんなもんかな、いらないし。あとは持っていくわけじゃないけど、最初履いていくのはこのモンベルのシューズです。あとは今撮影している GoPro と、こちら GoPro9 とカメラですね。これを持っていきます。持っていくものはこんなもんですね。はい、以上です。はい、今5時20分です。さっき夕食食べました。なんかね、いつの間にか相部屋になってしまいました。こんな感じです。僕のじゃないですけど、僕の相部屋の相方はベトナム人です。ロブチェ登ってこの後エベレスト登るらしいです。エベレスト3回目らしいです。なんかすげえなって思うより、すげえ金あんだなっていう感想を抱いてしまった僕は、結構性格がひねくれてるかもしれません。はい、というわけで寝ます。